デビット・ J ・ジュリアスはアメリカ合衆国の生理学者。カリフォルニア大学サンフランシスコ校を教授。1977年マッサチューセッツ工科大学から学士号を取得後、1984年カリフォルニア大学バークレー校から博士号を取得。指導教授はランディシェクマンであった。通学の様々な側面に関わるイオンチャネルを同定し、 痛みや熱感覚の分子基盤を発見した。2021年、温感と触覚の受容体の発見で、アーデム・パタプテアンと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。1997年、ジュリアスの研究室は、TRPV1 をクローニングし、カプサイシンを検出する受容体であると特定した。カプサイシンは唐辛子に含まれ、灼熱感を生み出す。 化学物質である。意外なことに TRPV-1 は、侵害的熱も検出することが分かった。TRPV-1 は、構造的に関連する、一過性受容体電位型チャンネルカチオンチャネルのファミリーの一部である。タンパク質の遺伝子ノックアウトにより TRPV-1 を欠いた動物は、侵害的熱やカプサイシンへの感度を失う。 ジュリアスの研究室では他に TRP チャンネルのスーパーファミリーである TRPM8 とトゥルパ p 1もクローニングし特性を明らかにした。TRPM8 はメンソールと涼しい温度を検出しトゥルパ p 1はマスタードオイルを検出することを明らかにした。これらの発見からは TRP チャンネルがある温度範囲と化学物質を検出することが示唆される。 ジュリアスの研究室はまた、これらのチャンネルを調整する独創を発見し、侵害需要の研究に大きく貢献するとともに、多様な種において、チャンネル適応が、それぞれ特有であることを説明した。さらには、同じ大学のイーフォン・チェン博士らとの共同研究のもと、数多くの TRP チャンネルの位を、EM 構造を決定した。ありがとうございます。